技術性も少しこう深めたい時にやるじゃない。で足らなかったらもっと向かい角、まあスイングしなきゃダメなんだけど、ちょっと無線今復帰中なんで、この次は無線あるんで、しばらく下からスタートします。はいよ、ごめんね、ちょっと遅れちゃった。うん、どうだ、足首の外旋、内反外反ね、内反外反、ちょっとスキード足の甲を返す動きね、出して、向き変えちゃダメ、向き変えないでピシッと切り替える。ケンケン雪少し。力抜いて、雪削るときも力抜いて、上体じゃなくてスタンスが広、狭すぎて頭が高いって、これだけでもう 1,2 秒簡単に違うぞ。肘伸ばさないね。ほら肘伸びてるでしょ。肘ちょっと緩めとくの。肩力入っちゃうから。ねえ、足首内反外反。うん、下はいいね。上だね、問題は。肘ね、力抜いて肘で。ほらこの肘がもう肩力入ってるでしょ。ほらこっからして。さあ、ひゅっ、外すき、もう少しね、潰されないように前へ進めながら、おー、あーとかっつってるよ。両足で削っちゃうの、もうね、両足で削っちゃうのよ。ハの字でいくと両すき外足出ちゃうでしょ。もう内足返して両足で削るっていうね、外スキーを内足にして削る、外スキーを内足にして削る、ここで外旋から内旋から外旋、内旋してんのから外旋っていうね。でその時にこのひねり戻しをしながら内旋外旋かけながらこう谷を落としていくわけね。ほらまた肘伸びてるよ。足元は少しまた下までだね。大丈夫だね。そのまんま行ってしまえ。ザーン。さあ、頑張ってきよう。
さぞ、ヒョン、いいよ。ヒョン。少し前に、外スキーから内スキーにこう、乗り移っていくんじゃなくて、外スキーが前に来て、そのまま内スキーになっちゃうっていうね。ギュッギュッね、単純に押すんじゃなくて絞る、戻す、絞るのでリズムスピード出してくるね。はい、ここ難しいよ。ギュンギュッギュッ、そう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 、いいよ。あゆみでも何かに変えた方がいいわ。と思う。そう。うん。あゆみの一回履いて見た方がいいよ。井上さん、コス整備ありがとうございますって奈々子が言ってます。取ってから。あゆみはそのキックバックがフィッシャーとはきつよりきついんだべ、はい、まあ慣れだな。ちょっとタイミング遅いから後半つま先でこう入っちゃうから受けてるわ。 GS と一緒。おー、はーい、早いね。ちょっとまっすぐすぎた、ショート。うん、まっすぐすぎたね、うん、ちょっとちょんちょんちょんっていこうかなと思って。そんでもフィッシャーより強いんでしょう、はい、フィッシャーより強いでしょう、はい、ね。だからもう少し中に要求した方がいい、本当に、はい、潰れちゃわないように。どうぞ行きます。はいよー、お前らはあと何本やる？うん、タイムたちまでやるよね。1本か2本です。はいよー、跳ねられないようにね。潰されてってるから跳ねちゃうんだから、うん、潰されちゃダメだよ。最後まで噛みつくからさ、コントロール難しいんだわ、はい、最後までギュッてくるから、そこちょっとフォローしないと逆ひねらんちゃうんだわ。まあまあ、まあ井上さん連れてチャンピオン行ってきてくんない？はいよー。そんでも